コンチネンタル航空1943便胴体着陸事故は1996年2月19日に発生した航空事故。ワシントンナショナル空港発ヒューストン国際空港業のコンチネンタル航空1943便がヒューストン国際空港への着陸時パイロットエラーにより着陸装置が作動せずそのまま胴体着陸した乗員5人 乗客82人のうち12人が軽傷を負ったものの死者は出なかった。ニューヨーク屋での運用中に撮影された事故機事故機のダグラス DC-9 から32は1970年に初飛行を行っており、総飛行63,132時間、58,913サイクルを経験していた。エンジンは 2機のプラットホイット 2JT8D-9A を搭載していた。1943便は6時50分にワシントンナショナル空港を離陸した。8時45分に19000万フィートからの降下を開始し、副操縦士がチェックリストを要求した。機長は7つある項目を順番通りチェックしたが、4番目の油圧の項目を飛ばした。 油圧が着陸時に必要な圧力に達しなかったため、フラップや着陸装置のレバーを操作しても作動しない状態だった。1943便はヒューストン国際空港の滑走路27への着陸侵入を開始したが、フラップや着陸装置が降りていなかったため132ノットで侵入すべきところを204ノットで飛行していた。9時13秒。 マーカーを通過し、副操縦士は、フラップ15度をコールしたが、展開されていないと機長に言った。25秒後、副操縦士は、ギアダウンをコールし、2秒後にフライトデータレコーダーに、操作音が記録された。その後、ランディングチェックリストを開始しするよう機長に求めたが、実行はされなかった。フラップレバーを25度まで展開したが、着陸装置の警報が鳴った。これは、 着陸装置がロックされる前にフラップレバーを25度まで動かしたためであった。機長がフラップ50と言った時、副操縦士はフラップが作動しませんと言い、続けて復興しますかと言ったが、機長は大丈夫だ、この速度を維持しろと言った。4秒後、着陸装置の警報が再び鳴り、副操縦士は減速できませんと機長に言ったが、機長は 大丈夫だと返しただけだった。胴体着陸した、自故機合や,や高速で滑走路に接近していると、地表接近警報装置が作動した。9時1分20秒、機長が操縦を変わった。この時、機体は着陸の12秒前で、速度は204ノット、高度161フィートだった。9時1分32秒、 機体は193ノットで滑走路に激しく設置し6915フィート滑り、センターラインから左に140フィートそれた地点で停止した。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。CVR によれば、フラップレバーを15度に動かした時、機長も副操縦士も展開されていないことには気づいていたようだった。 フラップが出ていないことに気を取られ、さらに侵入速度が通常より高速で、事態も急速に進展したため、パイロットは適切な操作を行えなかった。また、副操縦士は以前、エアバス A300 の航空機関士として乗務していた時、時 A300 機長の訴えにより左門にかけられていた。この背景には、A300 機長はコンチネンタル航空の労働組合を支持していたのに、 対して A300 航空機関士は組合を支持せず勧告にも従わなかったためだった。このようなことがあったため、副操縦士は機長に強く注意をできなくなっていた。NTSB は最終報告書でについて言及した。ありがとうございます。